ラヤが追い越す。入れた。いやフリーですね。このままシュート打った。ナイスゴール。FC 東京先制。落ち着いてましたね。前半8分。今日スタメンの東。今シーズンの初ゴールを決めました。アウェイの FC 東京がまず先制しました。あでも中央ぽっかり空きましたね。大久保からのクロス、一人潰れた後東でした。そうまず左サイドで追い越して水滴作って、大田が逆サイドに返しましたね、はい、ここから右サイドから、まあ、中島選手いいタイミングで入ってきて、少しコミュニケーションのところですかね。こう2人行ってますからね。そうですね、はい、横山選手